説明の文で、こちらのペンですね、はい、左から、説明しますと、こちらがチャコペーパーがいらないトレーシングペーパームーンベール、こちらは間にチャコペーパーを入れないで簡単に図案が写ってしまうというペンですね。こちらはそれの専用図案写しマーカーっていう専用ペンになります。こちらは切りディスケがいらない、今洋裁の方に一番人気のタイプですね。でこちらのタイプとこちらのタイプがセットで使われるタイプは簡単に図案が写るというタイプになります。さてやってみますと、どうやって使うかというと、図案写すタイプっていうのは、まあ、型紙の場合でも、何の場合でもいいんですけれども、これが型だといたしますと、このまま図案の分を写します。そうしますと図案が取れます。取れた図案を写したい布の上に直接置きます。間にチャコペーパーは入れません。そうしまして上から同じペンでなぞるとインクが浸透して図案が写ってしまう、また型紙が写ってしまうというタイプで、薄ければ上からもう一度触っていただければそのまま写すことができます。フェルトとか厚い場合でしたら点々で写していただけたらいいですね。そうしますとこういう形で再度できます。で自然に消えてしまうので、はい、線は1日、点は1週間、ただ空気中の酸素で消えるので空気に触れていないと消えません。ですからビニール袋にこういうふうに入れてしまうと消える速度は止まってしまいます。でまた空気に触れると消えていきます。こちらのトレーシングペーパーも、空気で消えてしまいますから、何回でも何回でも繰り返し使えます。表裏がないのでひっくり返してまた再度いろいろな方法でも使えます。はい、こちらが図案写しのタイプ。それからこちらの図案写しの紫は切りディスケがいらない、重ね合わせた布地にペンで触ると1、2、3としますとインクが浸透して下に移ってしまう。ですから糸印がいらない。またそうですね、ボタンの部分、ダーツの部分、ポケット合わせ、肩合わせの時に大変便利です。目打ちのように穴が開かないのでインクの印がつきます。1週間ぐらいで点でしたら消えます。また消えてほしくない時には空気に触れない状態にしてしまえば消えません。はい、でこちらが図案写しと、それから図案写しマーカーとトレーシングペーパームーンベールの使い方ですね。説明の中で、じゃあ、こちらの、今点々でやった図案写しの他に直書き用のペンがあります。直書き用のペンは、通常一番人気のこちらのペンの、自然に消えるタイプは世界各国の縫製工場で使われているインクです。ですから舐めても大丈夫なような安心できるタイプのインクです。線で1日、点で1週間で自然に消えます。こちらも先ほどお話ししたように空気中の酸素で消えますから、ビニール袋に入れて置いちゃえば消えません。重ねて置いてもそうです。わざわざ密封にしなくてもいいですね。で、こちらの太細ですけど、太は線書き用、細は点々用です。よく知らない方は線で書けないのよ、不良品かしらという方がよくいらっしゃいます。わざとインクが絞ってインクがドバドバ出ないようになってます。印が大きく出ちゃうとずれてっちゃうので、わざと細い点印になってます。それでここに、細芯は印付けに、太芯は線書き用にと書いてありますが、100人、聞きますと100人ともわからないという答えが返ってきます。はい、これが、太細の一番人気、世界各国の縫製工場で使われているインクです。それからこのように消しペン付きというタイプもございまして、書いてあり同じようなチャコの文ですけれども、後ろに消しペンが付いてます。消しペンは、このような形で触るだけで消えてしまいます。こうやって消してしまいますとインクがドバドバ出ちゃうのでやめてください。もったいないだけです。ですからペンを寝かせて触るようにして消
ますと簡単に消えますし、インクがもったいなくないです。こちらは消しペンタイプの単体の分もそうです。寝かせて触るだけで消えますっていうことを覚えておくと10倍インクが持ちます。知らないとこうやって消してしまうと1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回というと10倍のインクが出てしまってるんですね。この消し方を覚えておくとお得です。それから細書き用です。細書き用のチップは鉛筆の削りたてのペン芯をプラスチックで再現してますから、そのまま力を入れずに触って書いていただけると極細ラインが書けます。ですからゆっくり書いてください。それがポイントです。力を入れないでゆっくり書く、これが水性チャコペンの書き方です。こちらで次は黒布地用の白チャコペンです。黒布地用の白チャコペンは、こちらですね。白のタコ、真っ黒濃紺焦げ茶の場合は紫では見えません。こちらが縫製工場用の白チャコペン。まずこれは他のタイプは水みたいなインクなのでさっと書くとバッとつきます。白のチャコペンはインクがドローっとしてますから、キャップを開けてから10秒から15秒しないとインクはペン芯まで伝わってきません。ですから待っててください。よく知らない方は書けない書けない書けない、これ不良品よ、もう書けないわっていう方がよくいらっしゃいます。まずキャップを開けてから下に向けて15秒待つ。その前にお買い上げになったら全部逆さまにして立てかけとくとインクの流れが良くなって一滴残らず使えますから。それから力を入れて書いちゃダメです。これがポイント。それから力を入れずに書いたら1、2、3でインクが浮き上がってきます。ですからまず力を入れない。でそれでも薄かったら力を入れずに触るようにしてもう一度そこを触ってみてください。そうしますとどん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 濃くなります。でこれで1日で自然に消えます。これが水性チャコペンですね。力を入れずに触るようにして書いていただいたら1、2、3、覚えておくと得です。もっと濃くしたい場合は重ねて書くとどん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 濃くなっていくっていう形ですね。これが自然に消えて、水で消えて、白はアイロンでも消えるタイプとなっております。